はい、どうも誠です。今日はね、モノアイズのランランの解説をしていきます。でチューニングはレギュラーチューニングです。で BPM が204です。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあイントロから順番にやっていきます。はい、じゃあそのまま次いきます。はい、じゃあ最初のパートの方なんですけども、開放6弦の開放と2フレットここが、5弦の4フレットです。はい、その次のバッキングなんですけども、またルートの音をフレット出てきます。最初が5弦の、5フレットですね。次が7フレット、最後が4フレットです。はい、じゃあその次、A メロいきます。はい、ここの部分なんですけども、最初が、3弦の2フレット、2弦の3フレットと開放です。1弦開放です。でその次がそのまま3弦を1フレットにします。こうですね。でその次が、2弦を2フレットにします。こうですね。でその次は最初の音に戻ります。はい、これの繰り返しです。はい、じゃあその次のサビ前の部分なんですけども、これはアルペジオなんですけど、ルートだけ移動する感じの、結構ウブさんがよくやってたパターンですね。これは4弦の4フレットと3弦の4フレットはずっと押さえっぱなしです。ここですね。であとルートの音を、最初の音が、6弦の2フレット、で次が、6弦の4フレット、で次が5弦の開放、で最後が、5弦の2フレットです。はい、で次サビいきます。はい、でこのパターンを覚えればあとは全部応用でいけるんで、2番も全く一緒なんで、あと C メロでちょっと組み合わせたりしてるだけなんで多分いけると思います。ちょっと最近更新が遅いんですけども、まあ、ちょっとバタバタしてて申し訳ないです。でまた定期的にやっていくんで、よかったらチャンネル登録お願いします。
あと下の概要欄に各種 SNS の URL 貼ってるんで、よかったら、フォローお願いします。ではまた。